三浦は、海上保安庁の巡視船。平時は、初代、三浦、倉間、伊佐津、二代目、三浦に続く、海上保安学校の五代目の練習船として、運用されている。本船の設計は、平成2年度計画で、海上保安大学校の練習船として建造されて、いた、小島を元にして、その運用実績を加味して改正するとともに、伊豆と同様の、 災害対応型としたものとなっている。線形は朝鮮首労平ら板型、線室は鋼である。第1.2および小会議室の計算室を設けており、平時には学生公室、学生教室、特別公室として使用する一方、災害時には関係機関との連絡調整会議室、病人収容区画、対策本部会議室としての使用を想定している。また、 可パン後部には60名を収容可能な居室が設けられており、平時には学生居住区として用いられている。最大搭載人員は150名だが、これらの施設を活用することで、3時間以内なら1000名まで収容できる。選尾パンは訓練パンとされているが、ヘリコプターパンとしても使用できる、要強度的に配慮されている。また、 イズの運用実績をもとにフィンスタビライザーを装備した他、船橋構造交端の高所には、原用タンクも備えられている。主機関としては、原速機付きの新潟 8MG32CLX 中速ディーゼルエンジン2機を搭載した。推進機は4翼ス級型内戦式の可変ピッチ、プロペラを用いている。火は2だとして、操縦性能を良好としており、 またバウスラスターも備えている。主電源は給電の連続性や設備スペース、経済性を考慮して、ディーゼルエンジンを原動機とする糖出力の発電機、3セットを搭載した。停泊時は1機、航行中は2機、出入港などは3機の並列運転を行う、こととしている。式機能の集約化が進められており、操打室に操船区画、OIC 区画や、 通信区画を配置している。操船区画に、手機等遠隔操縦盤、航海情報表示装置、警備救難情報表示装置など、また OIC 区画にも、警備救難情報表示装置の副表示機が、設置されている。なお練習船としての性格から、操船区画の手機等遠隔操縦盤とは別に、補機室にも、機関制御室が設けられ、機関演習に活用されるほか、 OIC 区画や通信区画は公開演習及び通信演習にも用いられる。選手楼看板には医療区画が設けられており、手術台2機、病床2床を備えている。吸引装置など応急手術にも対応可能な機器が配置されている。また大人数の乗船を想定して、調理室も所要のスペースを確保しているほか、調理演習室として、 使えるように調理台を増設している。両食庫も十分に確保されており、また、両食の迅速な積み込み積み出しを想定して、両食区画から調理室を経て、選手楼甲板に至る貨物専用エレベーターを設けている。2役設備としては、大型クレーン1機と雑用クレーン2機を設置している。ありがとうございます。